ロンドンンドパラリンピックでで大活躍をさされた選手の皆さん誠におめでとうございますまた選手の皆さんをお支えをいただいた監督、コーチ、ご家族の皆さん、関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います10月5日、野田総理が官邸に招いたのはロンドンパラリンピックの日本代表選手団。 メダリスト、入賞者、そして自己記録を更新した選手に総理から記念品を贈呈しました国枝さん、右肘を怪我をされていたそれを克服して世界ランキング一位の選手に勝って史上初の二連覇を果たされました素晴らしいことだという,ふうに思います今回の開催地であるロンドンは パラリンピック発祥の地そのロンドンで日本が獲得した金メダルは5つその中には日本のパラリンピック史上初の快挙もゴールボール、えー、団体競技で初めての金メダルと聞いております素晴らしい鉄壁の守りでしたチームワークの良さが遺憾なく発揮されたと思います ゴールボールは1チーム3人でプレーする球技種目視覚障害の選手たちが鈴の入ったボールを転がすように投げ合い味方のゴールを守りながら相手ゴールを狙います今大会で日本は5個の金メダルのほかに銀メダルが5つ銅メダル6つの合計16個を獲得しましたメダルを取れなかった方の中でも 素晴らしいいいい活躍をたた方がいたという,ふうに思います、えー、陸上の土田さん、残念ながら前回と同様に転倒されましたけれども、最後まで諦めずにゴールを目指した、その折れない心、負けない心、くじけない心、これは全国津々浦々、特に被災地の皆さんに感動を与えてくれたものというふうに思います。皆様のご活躍に 心から感謝申し上げてご挨拶に変えたいと思いますありがとうございました